今日はですね、新保沙織さんの個展に、来ております。早速中に入って、見たいと思います。いやー、これはちょっといいんじゃないですか。もうね、こういった作品を描かれる方が近くにいたということを私は全然知りませんで、何かお絵描きの趣味程度にされている方かなと思っていたんですけれども、非常に完成度の高い絵を、これは色鉛筆で描かれているそうなんですけれども、非常に、素晴らしい作品の数々でございます。今日はですね、霊山の里山学校 NPO 法人ですね、霊山神社の奥にありまして、そちらの方の2階ギャラリーで、新保沙織さんの個展とパワーストーンブレスレットのコーナーもありまして、こんな形でですね、石もね、僕ねすごく好きなんですけども、なんとなんともこんなに綺麗な石の数々が、お好みに合わせて作っていただけるということで、今日のおすすめね、この熊ですね、違うか。こんな形でですね、パワーストーン、はい、あります。で、今日は、お母様と沙織さんに来ていただいておりますので、ちょっとインタビューしてみたいと思います。はい、どうもこんにちは。こんにちは。この個展はいつから開催なんでしょうか。10月6日から開催してます。はい、1ヶ月間で、はい、11月6日まで開催しております。うん、同時にあのパワーストーンの、はい、体験コーナーもやっております。はい。はい、あと何言えば。普段こういう作品はどういうインスピレーションというかイメージで。そうですね。なんか作品の方ですか、はいはい。作品の方はタロットカードの、はい、あのちょっと。普通はおどろおどろしいあのカードをイメージされる方が多いんですけれども、うん、はい、あのそうではなくてちょっと可愛らしく、いろいろあの、まあ、子供が見ても泣かないような、はい、可愛いを怖くないやつを、怖くないやつをイメージして、はい、あの作品にしております。じゃあお母様は今回のイベントについて一言。まさかこういうふうにね、個展にできるとは思わなかったので、はい、もうね、はい、どうぞ。どうぞ。すごくね、もうびっくりしてます。はい、はい、ありがとうございます。嬉しいですね。はい、たくさんの今日はね、お客様がいらっしゃってるんで、はい、ありがとうございます。このような形でですね、どうぞ見ていってください。楽しい感じで、ありますね。こちらの作品もね、本当に素晴らしくってですね、本当に楽しいというか、ちょっと違う世界を連れてってくれるという形ですね。はい、これもすごい感じでね、ちょっとね、あの蛍光灯の感じでちょっと点滅がしているんですけれども、実際に素晴らしい作品ありますので、里山学校さんに、ちょっと下でね、来てたわけじゃない、はい、今回はコテということで、どうもゆっくりご覧になっていてください。はい、ありがとうございます。という感じでですね、里山学校さん、今日は、竹バウダーの機械も新しく入りまして、非常に新しい何か動きうねりを感じる、そういった里山学校さんの取り組みになっております。ぜひ、新保沙織さんのこちらの新保沙織展、タイトルがですね、タロットと色鉛筆の世界、10月6日から11月の6日まで、朝10時から6時まで、月曜と火曜は、お休みになっております。ぜひ霊山里山学校2階の里山ギャラリーに、お越しください。ちゃんと
ということで、ご報告は私、迷える子羊ちゃんでございました。ありがとうございました。